甲子園で佐々木麟太郎フィーバーが起きない理由？なんなんや、清宮の時とかもっと騒がれてただろ。清宮は1年だったから。早稲田実じゃないから。逆方向へのヒット3本は地味すぎる。下半身でかすぎて怖い。中村翔成くらい甲子園で打てばさすがに騒がれる。ホームランが足りない。清宮ってリトルの頃からスターやったやん。マスコミは早稲田罰がめっちゃ強いんやで。昨日の3本ヒット打ったっていうよりヒットになったみたいなのばっかりだし。最初のヒットの打球速度だけは立派やったと思うで。それでもプロならアウトやろけどな。名前から想像する見た目と実物が一致しないのが悪いよ。打席に立っててもなんか地味なやついるなぁ。佐々木麟太郎くんはどこだ？ってなる。わがままボディやね。清宮は小6の時点で180あったし、その頃からバケモンとして野球ファンの間じゃ有名だったけどな。高校入学時からマスコミが取り上げ出したのは親の意向次第で壮大確定だったからやな。清宮は1年生だったし、小学校から世界大会で無双してて有名だっただろ。清宮と全然違うわ。早稲田派閥はやっぱ強いよな。双日のドラ1レベルでメディアに取り上げられてない選手っておるんかな。ハンカチの頃決勝戦で双日初等科のガキらがアルプス席に観戦に座らせて応援という宣伝してて露骨やった。ちょいデブすぎよ。もっと痩せて筋肉つけんと。体格がガチでドカベン。